はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回はね、元気ドリンクの、ちょっとね入手方法っていうか、序盤のね進め方についてちょっと話していきたいなと思います。一応いつもね無課金で、いつもだとね9回目までクリアすればいいんだけど、今回は10回あるんだよね。そして一応いつもだとねサーカ使った無課金攻略やってて、いつもだと9回目までね無課金で一応今まで必ずクリアできてまして、でただ今回のポイントはこのノアがねいつもだと中特攻なんだけど、今回はねこの読みに対して小特攻なんだよね。なのでちょっと難易度がね上がってるというか、運がかなり必要かなっていう感じのイベントになってるかね。ただ一応弁財天小特攻はタダでくれる。あとコラボのねいいところは特攻が多いっていうね、キャラが多いのもあるんだけど特攻も多いっていうのがあるよね。そして読みに対してはそう最初ね勘違いしたね、超覚醒ノアかと思ったら交換でもらえるの、そうこのノアなんだよね。小特攻ということでちょっとかなりねピンチというか運が重要なイベントになっていくのかなと思います。ただね元気ドリンクはねいくらあっても困ることはないので、序盤はね入手して頑張っていきましょう。モンストコインいいね、これやりたいね。だからお助けね頑張るのもいいのかなと思います。じゃあちょっとまず現在の状況だけお話ししましょうかね。現在の状況は1個2個3個ん2個か、あとなんかこれスキルとかあれだね、おまけがいっぱいもらえたね。倍もらえる、倍ももらえるんだ。なんか全国プニプニ化みたいなやつね、はい、ここにもあるよね。3個落ちた、ちょっとなんかいきなり運よく3個ドロップしてますね。でまだ交換はしてないので、まだ交換しないでね3個ドロップって感じです。はい、サーカー使った攻略なんでちょっと2番目のアカウントとかも紹介します。はい、これ2番目のアカウントで現在のところっていう前にこっち取っちゃったな。元気ドリンクは1個だけドロップしたかな。なんでねこれはその前のやつだな、1個だけドロップしてますね。はい、で1個で交換なしでね、やってます。読みに勝った回数0回アボロに勝った回数3回って感じですね。交換まだなしで1個って感じです。で一応このサバカはねいつもおはじきだけはねイベントクリアしてて、いいガシャが出たら他のイベントもクリアできるって感じかな。だからこのシュカとかねルシファーもちゃんといるし、あと誰だ、そうだね、おはじきだとこのメリオダスもそうだよね、四天童子もそうだし、ノストラダマスもねちゃんとゲットしてますね。このガブリエルもそうだったっけ、っていう感じでおはじきだけはねクリアできてるアカウントです。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。でもかなり強力なサブアカだけどね。そう、このジタもゲットしてね、 FF コラボ。はい、これ3番目のアカウントで、これはねアバロに勝った回数8回で、読みに勝った回数2回、一番進んでますね。で元気ドリンクはまだ交換してなくて、元気ドリンク1個かな。1個だね。こんな感じでね結構ねばらつきがあるんですよ。一生懸命頑張ってもね同じぐらい助けてもなんかね本当アカウントによってばらつきがあるんで、もうこれは運ですね。なので
まあ、なるべく、ね、近づけるためにね数をこなすしかないっていう感じがあるかな。うん、まあちょっとその辺もね後で話します。元気のリンク1個です。で一応このアカウントもねまあ一応前回はギリギリやっぱね3アカウント使って4000万ね達成してるんだけど、まあサブアカなんでね、うん、なんかいろいろクリアはできてないんですが、おはじきだけはねちゃんとクリアしてます。これねちゃんとY 覚醒ナインテールいるし、うん、おはじきの確率高いんだけどね。あとなんだっけ、 Y 覚醒リトルコマンダーもそうだよね。あとはうん、仮面ライダーコラボもちゃんとねクリアしてますね。うん、シュカもいて、うん、チョコのモンストコラボもちゃんとルシファーが、どこにいるルシファー、うん、ルシファーがねちゃんといて、ノストラダマスもねちゃんとゲットしてるって感じで、おはじきだけはねこのおはじきのためだけに必殺の秘伝書もストックしといて頑張るって感じで運用しております。はい、じゃあとりあえず3カードこんな感じでメインアカウント戻りましょう。はい、メインアカウント戻ってきました。読みはねまだ0回だね。一応3アカウントとも読みに対する特攻はまだ1体も持ってなくて、一応ね、今回も、まあ、いつもそうなんだけど序盤の進め方をね、話をしたいなと思います。で、お見せした通り元気のリンクは今のところまだメインアカウントが3個とサブが1個ずつで5個ドロップしてまして、一応3アカウントでねいろいろ元気ドリンクとあとね、特攻を積み上げて、攻略してほしいなって攻略いつもしてます。で、元気ドリンクはね、いつも3アカウントで集めてて、コメント欄のね、一番上に貼り付けておくんですが、だいたい3アカウントで毎イベントね50個ぐらい、ドロップしてます。あの交換の抜きで50個ぐらいドロップしてまして、でね、特にコラボの時はかなりねよくドロップするのでチャンスかなと思ってます。ただね、今回最初にも言った通り10回あるんだよね。で、9回までだったら3アカウントで無課金でいけるんだけど、10回はさすがに厳しいんじゃねえのっていうのと、最初に言った通り特攻がね、交換できる特攻が小特攻なんで、今回はかなり運が必要かなっていうところです。ただ17日になったらね、この前のキャンペーンのねこいつのリツイート報酬5000か5000なのかな、うん、9000じゃないのか、これが17日は3時にもらえるんで、まあもうワンチャンチャンスがあるかなっていうところです。で、序盤の進め方としてはとにかくね、助けばっかりやるのがいいのかなと思います。で、元気ドリンクの入手方法としてはこういうラファエルがね言ってるように、一応半分以上のダメージ当たればご褒美が増えますよって書いてあるので、なるべく基本的にはね半分以上がいいんですけど、ただこれもね3アカウントでドロップね数が異なる通り結構落ちないんですよね。で、なのでとにかく数をねこなすこと、最初の3日間もうどうせ15日間あって10回倒さなきゃいけないので、最初の3日ぐらいね進めなくたって大してね変わんないということで、最初の3日はもうとにかくお助けだけで、最初だとねみんなのヒットポイント低いので、これ私ねすぐにバトルって使わないようにしてんだけど、こうやってやるとヒットポイントがね次の見えるんで出さないようにしてるんだけど、このアバロンとかねまだ序盤はヒットポイントが低いので、うん、自分のよりもねお助けだけをやるっていう作戦でね元気ドリンクをとにかく集めまくってやるといいと思います。で、ただそのお助けであるとね5ポイントがゲットはできないので、まあ、ちょっとそこが欠点ではあるんですが、まあ、最終的にね、稼いだ元気ドリンクで回収できますんで、うん、あとYポイントね配布も
17日の3時にありますので、まあそれでね、なんとかやるかなっていう感じですかね。で、一応こうやってこなしていくとですね、特にコラボイベントなんかだとガシャでね、10連でもそれなりに特効が出てきます。でメインアカウントで出なくても、例えばサブアカでっていう感じで、メインアカウントで元気ドリンク落ちなくてもサブアカでっていう感じで、まあ3アカウントでね、分散してね、やっとくと、一つのアカウントがね他を助けるみたいな形でいけると思います。でサブアカ弱い人はもうリセマラしちゃって、一番いいやつをねゲットして、もうメインアカをサポートするだけっていうのにするのもねいいのかなと思います。でなので、まあ、とにかく序盤はね、お助けしてください。でとにかく倒せると思ったら、もうアバロンだろうがヨミだろうが、とにかくね、ヨミが出たら倒し、アバロンだろうがヨミだろうが、とにかく倒せそうだなと思ったら、手を出してください。半分以下でもね全然元気ドリンクドロップします。であと注意点としては、同じフレンドさんばっかり助けても落ちないです。今までの傾向だと、いろんな人をお助けすると、あ、この人お助けするの初めてだなっていう時に意外にポコッとね元気ドリンク落ちたりしますので、いろんな人に助けるで、サバーカ、自分のサバーカーばっか助けてもあんまり落ちないかなっていうのが今までの印象です。であとやってほしいのが、自分のを倒してもらう、自分のを倒してもらうとね結構出るので、なんでちょっとワイポイントは稼げないけど、このアバロンを進めるんだったら、自分のポコッと表示しといて倒してもらうっていう形にするといいと思います。あと1000ぐらい残すとかね、ヒットポイント1000ぐらい残すとか1500ぐらい残しとくと、他の人が倒しやすいので、そういう風にやってやるといいのかなと思います。であとね、私がよくやってるのが、自分の1アカ、これ3アカ持ってると思うんだけど、3アカで1人のフレンドさんに対して友達になる、あ、1人のフレンドさんでにを3アカフレンドになる、これがね結構いいんです。自分のね1つだけのやつだと倒せなくても、3アカでねやれば結構倒しやすくなるので、そうすると ね1体を3アカで倒せば、まあ3回ね元気ドリンクドロップするその可能性が出ますので、1人の相手に対してね自分の3アカフレンドになるっていうのをね、やってみていただいて、ぜひねやるといいのかなと思います。だからヨミとかがね出た時にね3アカとにかくもうちょっとだけでもね攻撃するっていうのをやると結構ねいいのかなと思います。なのでまあ一応ヨミの方が一応ドリンクドロップする確率は高いんですけど、あんまりね出てこないので、もうどんどん気にせずねヒットポイント低くてもなんだろうが、とにかく序盤はね3日だけでもいいので、どんどん倒しに行く。でヒットポイント高くなってきたら3アカ使って倒すっていうのでやってね、一応毎回50個近く落ちてますので、ちょっとねまた難しくなってね10回とかになっちゃったけど、英雄の賞欲しいよねこれねだけど頑張ってゲットしてほしいなと思います。まあ自分は9まででいいかなと思うんだけどね、弁財天、まあ Z だけどね、はい、そんな感じで序盤はね元気ドリンク頑張りましょう。なんかね落ちないときは全然落ちないんだよねだけど3アカでお助けやってるとどっかのアカウントはねバズるのではい、なんかねダメアカウントをね他のアカウントでカバーみたいな形で一応私はね毎回無課金攻略できてるので、ぜひね、まあ一応この半分以上がねベッターなんだけど、それも気にせずね、とにかく倒せそうだったら倒しきるっていうね、その作戦でやってほしいなと思います。はい、
というわけで、ね、そう最初にねたくさん進んでもしょうがないんですよ。元気のリンクが結局ないとダメなので、まあ今回ログインボーナスでもね、もらえますので、うん、まだね交換なしでね、まあ、50個ぐらいドロップすると3アカウントね無課金で9回倒せるんですけど、ちょっと10回目があるんでね、今回どうなんでしょう。100個ぐらいドロップしなきゃいけないのかしら最高は確か60個だったような気がしたけど、ちょっとそれは後でねコメント欄にいつものドロップ数書くので、よろしければね見てください。あとね下の方に日ごとのねドロップ推移みたいのもね前回の分載っけてある、載っけとくので、まあよろしければね参考にしてみてください。はい、じゃあ今回はこんな感じです。またねおはじきね序盤の3日だけ大変なんだよね。あとはねもうヒットポイント高くなるんでドッカンドッカンで終わるんですけど、はい、序盤はねなるべくお助けして皆さん元気のよく集めてねなんとか行きたいですねはい、ちょっとこればっかしはねやってみなきゃわからないので、またねちょっと中盤以降の詰め方とかについてもね今後話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、はい、最初コツコツお助け頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。覇者の塔もやんないとね、これは明日やろうかな。